では BRZ 見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずはフロントバンパーですね。右前、まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはありますけれども、目立つような傷というのは特にこんな感じで見当たらないですね。で、STI のリップスポイラー付きという感じ、まあ、下のぞくと多少ちょっとね擦ってるところはあるかなという感じですかね。中央部分も、まあ、ちっちゃい飛び石傷がある程度というような感じですね。で、エンブレム周辺、まあ、この辺りもこうちっちゃい、ね、飛び石傷があるんですけども、ここだけちょっと大きめの飛び石傷かなっていう感じですかね。で、左前です。左前もまあ同じ感じですかね。飛び石傷がちらほらあるかなという感じで、まあ、こんな感じの、リップ周りになってます。ここちょっと擦ってますね。はい。で、ヘッドライト左右ともクリアな状態になってます。続いてボンネットです。へこんでるところは特に、見当たらないですね。で、ツヤもあってかなり綺麗なボンネットになっております。まあ、飛び石傷が、こういうね、ところにちょこちょこっとあるかなというぐらいのレベルですね。こんな感じのボンネットになっております。続いて左側面見ていきたいと思います。まずは左のフロントフェンダーから。これも飛び石傷ですね。こんな感じですね。まあ、でもフェンダーもね綺麗ですね。で、左フロントのホイールですけれども、純正ホイール、ガリ傷がこの辺りですかね、ちょっとついているという感じです。まあ、全体的には綺麗な状態ですね。で、ホイールの方は、あ、ホイールじゃない、すみません、タイヤの方は溝はねまだたっぷり残っているのでこのまま使えそうですね。ドアミラー綺麗ですね。助手席側のドアです。こちらもツヤがあってとても綺麗な感じのドアになっております。で、サイドステップは STI、傷、色あせなども特に見当たらなそうな感じですね。で、リアフェンダーですけれども、この辺りも綺麗な感じで、ルーフサイドの色あせなんかも特に出てない感じですね。で、左側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですかね。綺麗な感じですね。で、左リアの、ホイールです。こちらもなんか大きなこうガリ傷というのは見当たらなそうですね。こんな感じで綺麗なホイールになっています。で、タイヤはリアタイヤもねまだ溝は残ってますね。はい。続いてリアバンパーです。この辺りも特に気になるような傷も見当たらず綺麗な感じですね。 H ケースのマフラーが装着されております。で、リアバンパー右側の方も特に気になるような傷は見当たらない感じで、トランクこの辺りも綺麗ですね。で、純正のリアスポイラー、結構ねこれ色あせしやすかったりするんですけども、まあ大丈夫ですね。若干の色あせぐらいかなという感じです。で、トランク上面もこんな感じで綺麗な状態になっております。続いて右側面見ていきます。右リアのフェンダー周りですけれども、こちらもまあ特に気になる傷は見当たらないですね。で、ルーフサイドの方もこんな感じで綺麗な状態です。で、右リアの、ホイールですけれども、こちらもガリ傷は特になく綺麗な状態になってますね。こんな感じです。で、運転席のドアですけれども、綺麗ですね。こんな感じで特に気になる傷は見当たらないです。
でサイドステップ右側の方もですね、こんな感じでね、かなり綺麗な状態ですね。でドアミラーは右側も綺麗な状態 で右フロントのフェンダーです。こちらもツヤがあって綺麗な感じですね。まあ、ここにちっちゃい飛び石傷があるぐらいという感じですかね。で右フロントの、ホイール、こちらも気になるようなガリ傷は特に見当たらなそうかなという感じですね。こんな感じになっております。で右側面のへこみですけれども、へこんでるわけじゃないですけどね、若干塗装のこううねりみたいのがあるかなっていう感じですかね。フェンダーの方は特にへこみも見当たらない感じです。で、ルーフですね、ルーフの方もね綺麗ですね。こんな感じで特に気になるような傷は見当たらないかなという感じですね。はい、じゃ続いて内装を見ていきます。運転席のドアトリムから、ウィンドウのスイッチ周りも綺麗な感じで、これちょっと靴当たっちゃったかなって感じですかね。こんな感じになってますね。で、スカッフプレートの方も綺麗な感じで、フロアマットもまあ距離考えたら結構ね綺麗な状態ですね。でシートはレザーアルカンターラの、オプションのねシートですね。若干ここのスレはやっぱりね出てきてますけれども、まあ、座面なんかもね綺麗な感じですね。そして助手席側なんかは、かなり綺麗な状態です。でステアリングのスレですけれども、まあ、多少このあたりちょっとね、擦れてるような、ところはありますけれども、まあ特にそれほど気になるような大きなスレという感じはないですね。でダッシュボード上なんかもこんな感じで綺麗な状態になっております。フロボックスの中に ETC の車載機が装着されてますね。で、ナビが装着されていて、まあ、この辺のダイヤル類なんかもねちょっと車外のものがついてますね。で USB、ここのチャージャーが、ついております。でシフト周りも綺麗な感じで、サイドブレーキ、ブーツ、まあ多少のすれはあるかなというぐらいですね。で純正のシートヒーター付きで、肘置き、これは後付けかな、こんな感じでね装着されてますね。でレーダークルーズ、あレーダーじゃない、クルーズコントロール付きという感じです。ちょっとエンジンかけてみます。エンジンのかかりもねいいですね。上がりもいいですね。で、バックカメラがこんな感じで装着されております。はい、じゃあ続いてトランク見ていきたいと思います。トランク、トリム類は、まあ、特に欠品しているところもなく、まあ、トリム全体的にもね綺麗ですね。で車載工具パンク修理キットという感じで装着されてますね。なんかこの防音ですかね、なんかちょっとねこのシルバーのアルミテープが貼られてますね。でそして助手席側ドアトリムです。助手席側もちょっとここ靴が当たっちゃったかなっていうような跡がありますね。こんな感じになっております。でスカッフプレート周りも綺麗な感じで、フロアマットも助手席側はね特に綺麗ですね。シートの方もこんな感じで綺麗な状態です。で、リアシートもね綺麗ですね。特に気になるような汚れというのは見当たらなそうかなという感じです。はい、こんな感じの内装になっております。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。まずベルト周りですね、こんな感じで
が剥げているところが一部あります。フリッツ車庫帳ですね。アッパーところで減衰力調整とキャンバー調整ができるタイプです。エンジンルーム全体的にも綺麗な感じですね。こんな感じのエンジンルームになっております。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは BRZ ですね、試乗してみたいと思います。後期モデルの S ブレードになりますね。走行距離が 89,200km という感じです。まあ、そこそこ走ってるんですけども、クラッチなんかは結構軽いですね。ペダルのこう技巧機構も特にしてなくて、つながりも非常にスムーズな感じ。ミッションの入りもいいですね。スコスコと入ります。で、ブリッツの車高調と HKS のマフラーという感じで、まず車高調ですけれども、とてもね、乗り心地いいです。まあ、ブリッツの車高調はね、街乗り向けという感じでね、非常に乗り心地はいいので。で、マフラーはまあ適度な音量で全然うるさい感じはないですね。それでいながら、なかなかいい感じのこうパワー感という感じで、まあ後期モデルなんで、ちょっとねこうトルクもあってとても乗りやすい感じですね。この辺の道をちょっとねガタガタしてる道ですけども、とても乗り心地がいいです。まあ距離9万キロですけど、何かこうトラブルというか、まあ下手ってるというような感じは、見受けられないかなと。エアコンもね今つけてますけどね、涼しい風も出ています。乗りやすいですね。ナビ、バックカメラなんかもついてますので、まあ、あとはドライブレコーダーとかですね、レーダー探知機とか、まあ、その辺ね、プラスしていったらいいんじゃないかなっていうような感じの仕様ですかね。まあ、メカニカル的には特に何か不具合を抱えてそうという感じは見受けられないかなという感じです。はい、以上 BRZ の試乗インプレッションでした。HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。